現在の時刻9時55分です。網山峠から、宿れ木大橋まで、下山します。ちょっと雨が降ってきたので、ちょっとカバンのカバーをしました。このぐらいの雨だったらちょっと暑いんで、レインジャケットはいらないでしょう。もう少し本降りになったら来ます。では下山します。下山は、通常2時間ぐらいということですが、もう少し早く降りるんじゃないかなと思います。まあ、午前中には下山できる見込みで下っていきます。雨山峠を宿力大橋に向かってちょっと降りたんですけども、だいぶ崩落箇所があって、本気モードで手袋もして、下山したいと思います。行ってみます。このように、水でだいぶ土が持っていかれて歩きづらい状況になってます。で、おそらく橋があったんだと思うんですけども、橋が崩落して今そのまま行けない状態ですね。先ほどはここまで来て一旦引き返したんですけども、今体勢を立て直してこれで降りていこうと思います。一応撮影はできませんでしたが、ここを降りてきました。さらにここを下っていきます。そこかい。こんにちは。だいぶ傷んでますね、道ね。この鎖場は前回来たよりもきちんと整備されているようですね。ただ道の方はこんな感じですね。あらあらあら、危ね。ここは前回来て、記憶のあるところですね。この階段は覚えてます。きちんと残っているので、ここは被害を受けなかったようです。よっ。よいしょ。前方の吊り橋が片っ端から傾いちゃってますね。分岐に来たかな。
一応渡れなくなってるね。どうしましょうかね。また試行錯誤ですね。ここから先、いかにも危なそうなので、なんとか迂回路を見つけて橋までアクセスしたいと思います。沢の方からアクセスしようと思います。石1個で持ってるようですね。でその下が土なので、下手に力がかかったら一気に崩れるんじゃないかなと思うので、ちょっと危険ですが沢ルートを通っていこうと思います。結局一応この橋を渡りましたが、大変危険です。後ろがいつ崩れてもおかしくない状態ですね。場所はここです。現在の時刻11時37分、浜場平を出発します。雨山峠から2時間弱で着けるんじゃないかと言ってましたけども、とんでもない、ここまでで1時間半ですから、これからまだ1時間ちょっとぐらいかかります。崩落やらなんやらでだいぶ時間を取られましたので、時間に関係なくゆっくり降りていきたいと思います。あちらのはしごから渡ってきたんですけども、この岩の山で見えなかったんですが、岩の山の下の方に標識がありました。ここも崩れた跡ですね。席が見えましたね。ゴールは近いんじゃないでしょうか。事故けて濡れました。はい、宿利木大橋まで 1.2 キロの標識が見えました。あっち行くの？お、この丸太の一本橋を渡るということですね。撮影はしませんでしたが、なんとか渡れました。今度は上を登るんですね。はい、登山口に到着しましたかな。おー、滑る。おっ、よいしょ。いや、登山口到着しました。はい、いやいやいや、あら、こっちだ、登山口こっちでしたね。ちょっと近道しちゃいましたね。現在の時刻12時53分で、下山完了したところですけども、雨山峠には峠が、こんなに、荒れていたとは知りませんでした。おそらくこの1週間の長雨で、崩れたものと思いますが、1週間も降ると1日2日が晴れても、水の量が吐ききれないんですね。水の量は非常に多く、
故障困難強いられました。まあでも無事、戻ってこれてよかったです。はい、宿り木大橋帰ってきました。現在の時刻1時12分です。お疲れ様でした。